はい、ドーンということで実況パート4をやっていきたいと思います。前回ね、ドーナツ屋さんのセーブのところでやって、ホースを回収したところまでやったんですけど、ちょっとアイテムのね整理をねしていなかったので、ちょっとアイテム整理をして、次に進んでいこうと思います。手榴弾まだいらない気がするな。大丈夫かな。 OK、 じゃあこれでホースやったので進んでいきましょう。で、ホースを、あ、こいつか。ホースを使って水を消化したらダメだ。水は消化できない。火を消化したところで、ネメちゃんがドーンって出てきて体験は終了というところだったんですけど、今回も出てくるのかなぁ。まあ、今回出てきたら、まあ、あそこのドーナツ屋さんに逃げ込めばいいっていう話なんですけどね。うん。で、ここで終了です。まあ、ぶっちゃけ僕ここまでしか知らないんですけどね。で、出てこない、出てこないってなると逆に怖いんだよね。じゃあいつ出てくるの？今でしょっていう。まあいいや。さあ、あ、ここにチェーンカッターあるのかも。体験はどこでチェーンカッター手に入るのか分かんなかったよ。あざーす。手に入ったので、待って、チェーンカッターなんかこれ隠れてんじゃねって思うんだけど、まあいいや、チョキンで進めていきます。開けます。あなた指 CS？ ああ、ゆっくりゆっくり、What the fuck? なんてことするの？ He was infected. 感染してた。してなかったもしれないでしょ。Oh, stars, this soft. なあ、その奴は甘すぎる。壊滅寸前になるわけだ。なんか CBCS 仲間を平気で殺すの？ He would have turned. 生かしてもゾンビになってた。お前は生き残る気がないのか？Go back to the subway station. 駅に戻っておとなしくしてろ。弱い奴はいらない。邪魔になるだけだ。たま、あ、そっか、これで、なんだっけ、チェーンカッター手に入ったから、先に手に入れとくべき？読もう。トレーニングの記録。7月10日、91.5 キロ、グラウンド12周、サーキット2セット、アーバイオクス刑務所、無期懲役を食らい、無償でクソを振り出すだけだった俺に、とんでもないチャンスが巡ってきた。仕事だぜ、仕事。眠そうだ、後ろの人。なんだってあのアンブレラ社からのヘッドハントだ。ギャング20人殺しの罪がキャラなんてし、んキャラチャラなんて信じられんが、この際なんでもいい。牢屋で腐ってるよりマシだ。さて、トレーニングを始めるとするか。4月26日、89.1 キロ、ランニング20キロ、サーキット3セット、射撃訓練開始。400ヤード、2ミス5回、機能無償出て UBCS の訓練所生活が始まった。丸2年ぶりに実弾を撃った。この距離で動かない的を5インチも外したのは初めてだ。全く感覚がつかめない。クソ！完全にボケちまってる。だがいい、すぐに勘を取り戻してやる。8月15日、86.2 キロ、ランニング30キロ、サーキット3セット。射撃訓練600ヤード、ミス2回、射撃散歩域3インチ以内、勘が戻ってきた。午後は初めて模擬戦に参加。隊長や同僚たちはいいやつだし、レベルも高い。だがニコライとかいいやつはイカれてるのか？ポイントを稼ぐために平気な顔で俺を盾にしやがって。9月25日、82.0 キロ、ランニング30キロ、サーキット4セット、射撃訓練600ヤード、全弾命中、どんな的だろうが外す気がしない、完全復活だ、明日は初任務、ラクーンシティの暴動鎮圧に向かう。ジミーが背中を押してくれてる気がするぜ。人助けの好きな兄貴なら真っ先に駆けつけたはずだ。ギャングのクソガキどもに殺されてさえなければな、代わりにこのマフィーシーカーが存分に腕を振るってやる。君、ギャング20人も殺したの？可愛い顔して人って何するかわかんないね。戻ろ。さ
さあということでやってまいりました。今から戻っていきます。ちょっと実況風にやっていきましょう。さあ今から戻っていくと、ゾンビたちはもうすでに鎮圧された状態。しかしこの先新しいアイテムを手に入れて戻ったことによって、これまで出てこなかったゾンビたちともがもしかしたら出てくるかもしれない。さあまずはここを開けていこう。ここをチャキンと開けて、さあ中に入っていくと、一体何が待ち構えて、アンブレラって書かれてる。アンブレラってヌードルも提供してるの？何でもありだな。アンブレラがアンブレラ打ってたりとか。おーと、早速飾り箱を見つけた。さあ飾り箱だ。一体今度は何色のジュエルが入っているのか早速調べてみましょう。 A でオープンをすると、おーっと、今度は青のジュエル、サファイアのような形。先ほどはルビーを手に入れたが、今度はサファイアだ。そろそろしんどいので普通の喋りに戻っても大丈夫でしょうか。許可いただけるでしょうか。編集さん、一切感、はあ、やっと感心し、カビすぎて、どうぞということだったので普通の話に戻ります。強化回復手に入れて、吸血スプレーも手に入れた。で、こっちは、何、おうおう、お前出てくんのかよ。どのタイミングで出てきてんの。やばいやばい。あれってか君立てないの。しつこ。てかこれ立てないんだったらこうしたいんじゃないの。ほいほいほい。てかね、こいつもな、こいつ、いつの間に出てきたのって話なんだけど、こいつもなんかね、起き上がってきそうで嫌なんだよ。起き上がらない。だってこれなんか、いっぱい出てくるハゲゾンビの、あれじゃんね、ハゲチャピンゾンビさん。で、お許す。こっちは無理だよね。で、あと、確かチェーンカッターで開けれる箇所が2箇所あったと思うので、そこに戻りたいと思います。どうですかね、こういう移動シーンとか、もしあれだったら、あのカットとかするんで、あれですよ、動画にもうちょっとこういう風にしてくれたら見やすいみたいなことを言ってくれたら、どんどんそれには対応していこうと思います。ということで、まずはこっちからなんですけど、これ、どうだったっけな、体験版の時って、なんかそこに横たわってるやついんじゃん。これこれ、こいつこいつ、このハゲ。ですよね。やべえな。よいしょ。で、これはこっちに、あ、すげえ優しいやつじゃん。じゃあ、ドン。ドン。おまけの、あ、さすがに動く。ほい、オッケー。ほい、ほい、ほい。あ、やっぱ最初の2発が効いてたね。オッケー。じゃあ行きましょう。ドラム缶があるってことは、やっぱそうだよね。やっぱりそうだすよね。そうだすよね。もうちょっと早く来てくんない？もうちょっと早く来てくんない？止まってないでさ、早く来いって。うい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 。そろそろドーン。どうですかね。あれ？もう一匹どこ行った？あれ？ 1、2、あれ？もう一匹がいない。怖いんで回収して刺すと逃げ。あれ？こいつだって違うよね。女の子っぽいゾンビ。あれ？一匹どこ行った？え？一匹どこ行った？マジで。あれ三匹いたよね今。あれ？わからん。まあいいか。もうどっちに、え？これ？これなんかいる？ここ。違うの？これ瓦礫だよ、ね。あれ？本当に一匹わかんない。皆さん、これがホラーですよ。これがサバイバルホラーってやつですよ。まあ、いいや。あれ、バイオって確か物理的なホラーだったと思うんだけどな。急に本当にサイコ的なホラーになっちゃったよね。まあ、いいや。心霊的ホラーになっちゃった。で、ここで手に入れられるので、ほい。直近としましょう。オッケー、手に入った。よし、じゃあ続きいきましょう。で、これでさっきのとこ戻って、ここから未知の世界なっすよね。これ確か体験版でもこんな気がする。君片手どこ行ったの？置いてきちゃった。あれか、
サラザールの右腕的な感じで、で、早いな。めっちゃ歩くの早い。腕がない分、めっちゃ歩くの早い。ほい。ほい。ほい。プル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 しよう。お尻刺さないでーって。すごいな。180度反転した。お尻が気持ちいい。まあ、それはいいとして。戻りましょうか。時々冷静になってちゃんと進んでいかないと、まあ、とんでもないこととかやってね、なんかいずれあのピーヨンとか入れるざるを得ないようなくらいまずい言葉を発してしまいそうで、あの気をつけてやらないといけないですからね。なんだ今なんかふーって聞こえた。ふーって聞こえた。あ、ゲームからじゃないのか。すいません、あの現実世界でふーって言ってました。どうしよう。10分経ったけど、もうちょっと進められるかな。もうちょっと進められそうだな。とりあえずアイテムセールだけやっちゃいますね。うん、いるかな。いや、まだいらない気がするんだよな。え、あれ、もうチェーン買ったってもう終わり？早っ。じゃあ捨てちゃいましょう。いらないんで。ほい。で、強化火薬もいらないし、まあいっか。じゃあこれで進んでいきましょう。じゃあニコラ追いかけましょうか。あんまり待ってたりしてね。シスター、ミー、あ、なるほど。すげえ適当。123456。あ、こういうのは生き返らないからダメなんです。あ、ダメじゃなくて良いんですね。とある UBCS 隊員の遺書。9月28日、中東、東欧、東アフリカ、ありとあらゆる地獄を見てきた。過酷な収容所の生活にもどんな拷問にだって耐えられる自信があった。だがたまには楽に人稼ぎしようと思って、そう、ほんの休暇のつもりだったんだ。あっという間だった、あっという間だった。最新のアサルトライフルで武装した30人の精鋭部隊が数日もたずつ壊滅した。俺は地獄を知っている。だからわかる。この先に待つのはさらなる恐怖と絶望だけだと。俺は臆病者で買わない。残されたタイルはこれだけだ。自分の屍が動き出さないことを祈り、引き金を引く。なんか持ってんね。あー、でも、あー、なるほどな。余計な弾を撃たないように一発で終わってると。なんとも言えないですよね。自分自身が、なんていうのね、電気屋からの告知。発電機ご自由にお使いください。ラクーンシティ電気店連合会。あちこちで停電が起きている。連合会で相談して、ありったけの小型発電機を町の各所に設置した。みんなで自由に使ってくれ。ただし発電機には高圧電流が流れている。銃で撃ったり強い衝撃を与えると放電し、近くにいるものを感電させるんだ。いいか、放電している発電機には近づくんじゃないぞ。発電機を利用してボートやつけようなんて無茶なことを絶対に考えるな。とにかく身の安全が第一だ。無事にやり過ごしたら壊れた家電を買いに来てくれ。出血価格でサービスするからな。角の電気屋、サムより。電気屋ってどこにあるのかな。ってことは、これ、電気を使わな、なんかいる。まあ、あいつらは出てこないけど。なあ、こういう長いところって、あれが出てきそうなんですよね、あれ。あれが出てきそうなんですよ。ちょっと、こいつを打つ準備しとく。やっぱり、なんか和音って言ってるよね。来た、予想通り、予想通り。ほい、ドーン。え？ちょ、痛い。マジかよ。あれ、ちょっと待って。ワンワン。え、あ、生きてんのかよ。あ、ちょ。あ、痛い。やべ。あれ、これ抵抗できないのか。あ、もう。痛い、なんで？嘘。あ、やばい、デンジャー。OK、 一匹ゲット。ゲットしてない。逆。よし、違う。避け方が下手くそ。OK。どういう交尾の仕方？チーン。君らが何もしてこないだけ良かったですよ。結局弾使ってんだもんな。行き止まり。
行き、え、あれ、こっちか、 こっちかというか、か、回復アイテムがねえんだよな。この先進んでて大丈夫かな。え、これか、あ、これがあのあれか、例の発電所ってやつか。ほい、お邪魔しました。もういんのかよ、これどうしよっかな。戻ってる、これこっちには来ない、上にもいるし、これどうしよっかな。こっちから行って、階段のゾンビは、よし、ちょっと試してみます、試してみます。おー、いった、よし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 。で、こっちでマウント取れば、あ、よしよしよし。で、ここに入れば多分、おお、じゃあゾンビちゃんたち絶対来ないじゃん、ここ。歩いてる歩いてる。歩いてる歩いてる。どこ行く気？どこ行く気？これあの、スーパータイの手みたいに下からドーンって突き上げて来ないっすよね。大丈夫かな？まあ、いや、読もう。ペンデン署署長からのファックス。職員各位、市内で発生した大規模暴動の対応のため、計画停電の実行。うーわー、やー、めんどくせえ。暴動が収束次第、当直の職員は速やかに4つの暖炉機のレバーをすべてオンにしてください。その後、これオンにせずにやっちゃったやつやん。迷路みたいにの。あ、これ、この赤いのがそのある位置ね。よし、これをちょっとじゃあ、そこにセーブポイントもありますので、次回の動画までに、しっかりと頭に叩き込んで、やったサイドパークゲッツ。そしたら、あ、グリーンハブあったから、これでやりましょう。ちょっとこれ、ポンとやったら、あ、整理できたね。オッケーオッケー。じゃあ、これとこれ、あ、ちょっと待って、いらないよ。はん、怖いなぁ、こんだけガンパウダーあるしな。結局ね、僕ね、臆病者なんでね、強化火薬は全部ね、あれに使おうと思ってるんですよ、マグナム。だからこれは一旦こうしといて、OK。じゃあ、よし、じゃあこれで、おどろおどろしいんだな。虫みたいなキャラが出てきそうで嫌なんだな。OK。まあ、じゃあ、ということで、本日の動画はですね、ここまでにしてセーブして終わりたいと思います。今回も最後まで動画をご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。